ザ・プレデターは2018年制作のアメリカ合衆国の映画 SF ホラー映画プレデターシリーズの4作目であり意思交配を経て進化したプレデターが登場する R15 指定監督のシェーン・ブラックはシリーズ第1作でアーノルド・シュワルツェネッガー演じる主人公を率いる特殊部隊の隊員ホーキンスを演じた本作は 作品の舞台を現代に設定しており、時系列では、プレデター、プレデターにより後、また、プレデターズより、前の出来事という位置づけになっている。そして、登場異星人を指して、プレデターと明確に呼称する、初のシリーズである。物語は、ある宇宙船がもう一隻の宇宙船より攻撃を受け、地球に墜落降下するシーンから始まる。 アメリカ陸軍特殊部隊のスナイパーであるクイーン・マッケナは、メキシコにて、仲間と共に、麻薬組織の暗殺作戦に従事していたが、突如飛来した、宇宙船墜落に巻き込まれ、パイロットである眠毛な宇宙人プレデターと交戦。プレデターの攻撃で仲間を皆殺しにされてしまうが、証拠品として、宇宙船からヘルメットとガントレットを回収し、命からがら逃げ延びる。回収した。 プレデターの装備品はクイーンの自宅へ送られ、クイーンの息子であり発達障害を抱えながらも、天才的な記憶能力を持つローリーの手に渡る。その後アメリカに帰還したクイーンだったが、プレデターとの遭遇を握りつぶしたい政府は、クイーンの主張に取り合わず、気が触れて仲間を殺害したとして、クイーンを逮捕し、軍刑務所を送りにしてしまう。尋問の後護送車に乗せられたクイーンは、そこで、 チーム名、ルーニーズと称する他の大役軍人受刑者で、ネブラスカ、コイル、バックスリー、リンチ、ネトルズの5人と知り合う。一方、進化生物学を専攻する科学者、ケイシー・ブランケット博士は、1987年と1997年の、襲来からプレデターを研究している政府の秘密機関、スターゲーザーの秘密基地へと招かれる。そこで、ケイシーが目にしたのは、 かつて、クイーンと交戦しその後スターゲーザーに標本として、捕獲されたフュージティブプレデターと、その装備品だった。しかし麻酔で眠らされていたはずのフュージティブが突如蘇生。基地内の研究員や警備員たちを次々と惨殺したフュージティブは、ヘルメットを遠隔操作して、自身の装備品がクイーンの自宅にあることを割り出し、奪われた自身の装備品を回収するために、 クイーンの自宅へと向かう。その頃、クイーンとルーニーズは護送車を乗っ取って脱走を図り、その途上で基地を脱するフュージティブと、フュージティブを追跡しようとするケイシーに遭遇。ケイシーの話から、フュージティブの狙いが装備品にあることを知った一行は、クイーンの自宅へ到着。しかし、プレデターの装備品はローリーがハロウィンの仮装として身につけ、街へ持ち出してしまっていた。 ローリーを探すクイーンたちは、学校にてローリーを発見するが、そこへフュージティブも現れて、クイーンたちと交戦になり、さらにフュージティブを追跡していた、もう一体のアサシンプレデターまでも出現。フュージティブに対し、遺伝子組み換えによる強化によって、体格で勝るアサシンは、フュージティブを、やすやすと応殺する。プレデター同士が殺し合っている暇に逃げ出した一行だったが、 フュージティブの宇宙船墜落地点を解読していたローリーをスターゲーザーに連れ去られてしまう。墜落したフュージティブの宇宙船へ向かったスターゲーザーと後を追ってきたクインたちが交戦しているところにアサシンが出現しフュージティブの船の破壊を予告。さらにアサシンは地球の戦士として一番優秀なマッケナを連れて帰ると宣言しクインたち及びスターゲーザーの兵士たちは 共同戦線を張ることとなった。しかしアサシンはその能力や装備を活かして、森の中での戦闘でスターゲイザーの兵士を全滅させ、また、コイル、バックスリー、リンチにも致命傷を負わせ、死に追いやってしまう。とうとうアサシンは、まっけな、親子らを追い詰める者の,のクイーンではなくローリーを捕らえて、自身の船に乗り込む。地球に、 たびたび来訪するプレデターの狙いとは、獲物から取り出した石椎を用いた、石志交によるプレデター種族の強化と、地球温暖化に乗じた地球の植民地化であり、それに反対するフュージティブの抹殺とその痕跡を抹消するのが、アサシンの任務だった。その任務の最中、ローリーの優れた知能に目をつけたアサシンは、ローリーを自身の戦利品と見定め、 強化の素材にするためローリーを拉致したのだった。発進しようとする宇宙船を墜落させようとクイーン、ネブラスカ、ネトルズは宇宙船に飛び乗り攻撃を仕掛ける最中に宇宙船のバリアーの動作に巻き込まれてネトルズが命を落とす。最終的にネブラスカの捨て身の攻撃で宇宙船は大破し墜落。地上に落ちたクイーンはケイシー、ローリーと連携してアサシンを追い詰め ついにアサシンを打ち倒すことに成功する。戦いの後、亡くなったルーニーズの仲間、コイル、バックスリー、リンチ、ネトルズ、そしてネブラスカをローリーと共に忍ぶクイーン。その後、プレデターのテクノロジーを解析したローリーは、スターゲーザーの関連施設に研究員として務めることになり、クイーンも呼び出される。アサシンによって破壊されたフュージティブの宇宙船から、プレデターキラーなる。 鎧状の装備品が回収されていた。アサシンたちの地球移住を阻止したいヒシ配属のフュージティブはぜひともプレデターキラーを地球人に渡したかったため、どんなことがあっても破壊されないようにしていたのだ。開封されたプレデターキラーを見てクイーンはつぶやく、これは俺が着るサイズが合うかどうか。カッコ内は日本語吹き替え、アーノルド・シュワルツェネッカーは ブラック監督とアラン・ダッチ・シェイファーとして出演することについて話し合ったが、出演シーンが短かったために出演を辞退した。50セントは同作に出演する可能性についてコメントしたが、出演は実現しなかった。2016年9月、主人公マっケな役にベニチオ・デルトロがオファーされたが、スケジュールの都合により降板した。その後、 ボイド・ホルブルックが同役を演じることに決定した。同年11月、オリビアマンがキャストに参加。2017年1月、トレバンテ、ローズ、キーガン・マイケル・キー、スターリング、ケイ・ブラウン、トーマス・ジェーン、ジェイコブ・トレンブレイの出演が決定した。本作は批評家から賛否両論であった。映画批評集積サイトのロッテントマトズには269件のレビューがあり。 支持率32%、平均点は10点満点で4.88点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ザ・プレデターはバイオレンスアクションというジャンルにおいては成功したが、中盤からの中身のないストーリーによって、これまでのシリーズの壁を乗り越えていないとなっている。また、メトクリティックには49件のレビューがあり、過重平均値は48、1 0となっている。 ありがとうございます。